皆さんこんばんは。お寿司を食べるときは必ずわさび抜き、元男の子の青木かのんです。今日は航くんに原宿に呼び出されてるんですけども、なんかちょっと話を聞いたところ、クリスマスプレゼントを私に購入していただけるということで、ちょっと私ワクワクしてます。今待ち合わせで待ってるところなんで、この後合流したいと思います。お疲れ様です。どうもお疲れです。自然になんかもう勝手にカメラが回ってても慣れてきたさ。慣れてきたカメラ。クリスマスプレゼント買ってくれるんですか私に。どこ行くの。東急プラザ。じゃあ今から東急プラザ行ってきます。え、うちここ知ってるよ。え、ここ知ってる。知ってるよ。普通になんか検索したら、ここが一番ね、有名で出てきた。東京都内だとここが一番最初に人気店って事前に撮影のね、許可もらってる。気持ち悪い。どこなんて思う。やばさすがになんかそこのモラルに反しないよ。好きなもの何買っていいの。ただ買うだけじゃつまんない。 YouTuber として生きる青木さんはどうですか。ただ買うだけでいいの。ただ買うだけ。いやだから欲しいものチョイスしたい。俺が考えてきたのがちょっと生々しいんだけど、クリスマスプレゼントとして OK で今から1万円渡します。やばっ待って1万円渡します。クリスマスプレゼントくれるってわけですか。ただ、1万円渡して買い物してもらうっていうのがつまんないから、はあ、契約をつけようと。はい。その制約が今から5分以内に買える。無理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 。お釣り余ったらもらえる。そんな普通に残金余ったら俺が欲しいですよ。だから金額をうまく足し算して1万円以内で買い物をしてほしい。人様がねちょっとたくさんいるんでご迷惑にならないようにここは配慮しながら、おーいストップ。他の人にぶつかんないようにしなきゃいけない。待って、エアポッツのケースまであるんだ。エアポッツのケースあるよ。渡辺くん、エアポッツのケース。おお、エアポッツの。エアポッツ使ってんじゃん。俺使ってるね。ね、やば。おお、つかケースってあるんだ。ある。あ、うち使ってるよ。まだ。いろんなケースある。待って、これあれだ、ユニケースのブランド。結構ね、ユニケースって高級系のねケースが多いんですよ。いや、他がね、質が悪いって言ってるわけじゃなくて。ちょっと待って、やばい。これめっちゃ欲しいやつ。これ。何ですか。iPhone 11 Pro のなんかジャンパーっぽいケース。他の人とはちょっと違った雰囲気。あ、なるほどね。うん、あの人のケースおしゃれだなみたいになれるんですよ。じゃあこれ買います。これ、え、これいくらだ。いくら。え、値段書いてない。怖いよ。多分4000円ぐらいかな。ちょっと待って、とりあえずこれ買います。ダメだ。やばい。めっちゃ欲しいんだけどな。ケイトスペードのケース。全然わかんない。6000円。あ、でも聞いたことあるね、ケイトスペード。わ、めっちゃ可愛いけど、でもちょっと予算が一気になくなってしまうんで、これもめっちゃ欲しい。スマホリング。片手でさ、スマホって今って使いにくいじゃん、大きいから。だから背中にくっつけることでなんかいろいろできるんだけど。あ、そういうことね。何がいいかな。1個買いたい。すげえ、ディズニーもコラボってる。何が似合いそう、うちに。渡るくん、ウサン。ウサン、なんだ。これさ、これドラえもんのスマホリングじゃない。あ、ほんとだ。ゴーダータケシくんじゃん。かわいい。でもこののび太くんもよくない。え、のび太欲しい。今ドラえもんって。ドラえもんないの。ドラえもん、なんかそのうちスネ夫で最後静かじゃん。あ、ドラえもんないんだ。ドラえもんはないんだ。買います。これいくらだ。1300円。高すぎた。1300円。これは面白い。これは何の。タピオカカメラのレンズカバーだ。そうだね、多分、これが味で色が違うんかな。めっちゃいいじゃん。なんか絵だな。うち今焦ってるからボケかましてこないでください。これかわいい。これかわいい。これかわいいです。かわいい。これ買います。これちょっと私さ、なんかうちが似合いそうなケースさ、ちょっとあっちで探しといてくんない。何系。なんか何でもいい。
青木かのん、可愛くなれそうなケースをちょっと見物しといてくれない？分かった、お願いします。渡辺くん、さっき言ったエアポッツ、前からね、傷がついてるのを知ってたんで、渡辺くんにケース選びます、私が。これ、これいいんじゃないですか。これ、これ脇で、脇で挟んで隠しとこう。これめっちゃおしゃれ。ピオカロイヤルミルクティー。うん、そう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 。いくらだ？4000以内だったらまあ。ちょっと待ってよ。このクッション型ケースが4000円ぐらいで仮定してますけども、3000円だったら買えるってことで、このタピオカロイヤルミルクティーになるのは、うん、無理だったらもうどっちか諦めるっていう感じで、これで終了にします。5、4、3、2、はい、終了。あ、やべ、5分のカウント見せないでリセットしちゃった。おいおい、マダルくん、今から会計しますよ。じゃあこれが一応クリスマス初プレゼント、ありがとうございます。プレゼントです。渡るくんにうちのこの今回の予算からプレゼントです。マジで？あ、本当に？これ2位の話？うん、マジで？うん、自分の金銭感覚信じますから。めっちゃオーバーしまくってる、どうしよう。あ、したらのび太のスマホリングをね、どうしても11,066円だから、デコステッカー、うん、ストあー、まあいいんじゃない ?296円。渡るくんいいの本当に。ありがとうございます。ありがとうございました。やった、渡るくんからクリスマスプレゼントもらったぞー。4158円これ。で、これがプッファーってやつ。これがなんかあのジャケットみたいな。確かに。かわいい。これが4400円です。ございます。本当にこれはね、マジでびっくりして、嬉しかった。なんかね、これケース買ってもらってめっちゃありがたいんだけど、これね、このままスッて入っちゃう。そう、スッて入っちゃう。やり方は全然わかんない。じゃあうち開けていい？うん。ピロ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 って。色が落ち着いてて大人っぽいっていう感じがね。そう、スーツに合いますよ。確かに。で、こうやってて。あ、なるほどね。そこにスッて入るんだ。はい。で、これを装着。装着、いいですか？装着して。お願いします。取り押しかじゃん。そうです、これで。おー、いいね。いいでしょ。てか手触りがいいわ。いいでしょ、うん、結構気になるじゃん。めちゃくちゃ嬉しい。ういー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 。じゃあお次は私の本命的にはこのどっちも本命なんですけども、ちょっとこっち先に開けましょうか。あ、それでもこっちだけ開けようか。こっちの方が多分みんな面白いから。ほい、めっちゃ可愛い。なにこの材質。お、テロ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 の、うん、はぁ、これはいいじゃん。貝殻みたい、ホタテ。ああ、そうだね。スマホオタク的に嬉しい。これはレベルが結構高い、いいやつですね。すごい、これこのボタンのところが押せるようになってます。これなかなかないよ。だいたいちょっとこうやって出っ張ってて、こうやってグッてこの押し込む感じなんだけど、これボタンが出てる。だからちょっと触ればいいでしょ。そう、あの押しやすい。さすがユニケース。今回そのスマホケースのね、あのユニケースさんにこびてるわけではなくて、本当にユニケースはあの高品質なケースしか置いてないんですよ。俺も店内見させてもらったけど、うん、価格は多分高め。安易なものはあんまね、ないよ。ない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 。スマホケースが好きな人とか、おしゃれが好きな人とかだったら、うん、本当にいろんなこういうね、面白いケースがいっぱいあるから、ユニケースさんは私はすごいおすすめです。確かに。お茶すごいね、なんか的に今いいね。これめっちゃ怖くない？ダウンジャケットみたい。おお、すげえしっかりしてる。モコモコやん。え、これおしゃれ。やば。え、これやばい。めっちゃいい。あ、これもボタンちゃんとこう飛び出てるから押しやすい。え、これめっちゃいい。大切に使います。あ、はい、こんな感じなんですけども、実はですね、ね、渡るくんもあれなんだよね。あれ。それの次回予告がこちら。皆さん次回は、渡るくんバージョン、ぜひお楽しみください。見てください。お願いします。かなりはちゃめちゃになってるんで物が多いから、うん、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもフォローしてね。
また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや、めっちゃいい。これ、ほんと気に入った。いや、いいね、それ。これいいね。